クサイを切らずにこのままつけていきます。はい、ではよく洗った白菜の水気を拭いていきます。はい、今日はこのまま漬け込んでいくので、ここにやっぱりね、汚れとか土が溜まりやすいので、しっかりきれいに洗い流してください。はい、じゃあそこに塩をまんべんなくまぶしていきます。そして水分が出るまでしっかりと押さえながら揉んでいってください。この作業をしないと味の染み込みが遅くなって、いつまでもパサパサとした漬物になって美味しくなくなるので、しっかりとここでまずしんなりさせることがポイントになります。押さえるようにしてやると繊維が崩れて塩が入ってきます。はい、白菜塩もみしたら結構こう水気出てきますので、この水気を軽く絞って、絞り切る必要はないです。このつけた塩気も味付けになりますので、軽く絞ってこういう容器に入れてください。そして今日味付けのポイント、塩昆布をまず入れて、ちょっとね間に入れていきたいんです。間に入れることによって味がね均一に染み込むので、こうちょっとなんとなく入ったと思ったら、上からごま油をかけます。はい、そして途中 1,2 度上下をひっくり返しながらしんなりするまで漬け込んでいきます。はい、そして最後にラップを上からかけて、ちょっとこう重しじゃないですけど、こう密閉させることによって浸かりが早くなって、たまにこうやって押したりもできますから。普通白菜漬けって大きい重しをねこう乗せて漬け込んでいくんですけど、ちょこっと漬けの場合はそこまでする必要なくて、自分の力でねたまにこう押したり返したりしながら漬け込めば大丈夫です。